サンルイスは、ブラジルマラニョン州の州都。メアレム川、イタペクル川、ピンダレー川の三角州であるサンマルコス湾内のサンルイス島にある。主人公は998,385人を抱え、都市圏では1227,659人となり、ブラジル第16位の都市である。サンルイスは、ブラジルで唯一フランス人によって建設された州都である。 ブラジルに三つある、島にある州都の一つである。最初にサンルイスにあった町は、ツピナンバ族の大きな村であった。最初にヨーロッパからやってきたのは、1612年に新植民地建設のためやってきたフランス人であった。彼らはサンルイという名の取りを築いた。1615年にポルトガルの命を受けたジェロニモであるブケルケがこの町を侵略し、 フランス人らは町をわずかな期間に建てただけで追放された。これがもとで、市の建設された日は、フランス人が砦を築いた日付か、ポルトガル人が征服した日付かで論争を呼ぶことになった。1641年、オランダ人が町を侵略した。彼らは1645年まで留まったが、都市建設に影響を与えず、彼らが征服した何の証も残さなかった。 なぜなら彼らは植民地を築かないが代わりに暴力的支配に的を絞ったのである。これらの侵略がもはやなくなると植民地政府は副王国グランパライ・マラニョンとしてブラジルた地域から独立させた。当時経済は農業を基盤とし特に砂糖ウキビカカオ、タバコの生産をし輸出していた。地元エリート階級らの対立が生じて ベックマンの反乱が起こった。南北戦争が勃発したすぐ後、サンルス地域はイギリスへ向けて、麺の供給を始めた。この生産による富が、市を近代化させた。信仰心に動かされた男性たちがやってきて、彼らの学校で教育を始めた。そして、水の供給をした。市は、国で3番目の人口を誇ったが、19世紀の 終わりに農業が衰退すると4番目に交代し、市は収入を維持する別の方法を探し始めた。現在、サンルイスは、ラテンアメリカで、最も大きく最良の状態で保存された、植民地時代のポルトガル風建築がある。アルイーシオ・アセベドウ、グラサ・ーラニャ、ゴンサルベス、ディアス、フェレーラ・グラールといった多くの作家、詩人を輩出したことから、島は、愛の島、または、 ブラジルのアテネとして知られる。市の GDP は93億4094万4000レアルである。市の一人あたりの年収は9543レアルである。市にはマデーラ港、ビタクイ港という二つの海港がある。アマゾン川流域のカラジャスから採掘されたブラジルの鉄鉱石の相当量がカラジャス鉄道でここへ集積され輸出される。 市の主幹産業は、金属工学製品のアルコア社、そして、バーレ社である。ポルトガル語が、公用語であり、小学校から教わる。しかし、英語とスペイン語は、高校の第二外国語として家庭に組まれている。サンルイースは、マラニョン連邦大学の本校がある。サンルイースは、歴史地区の建物ほとんどが、タイルで覆われていることが知られる。そのために、市は、 スタイルの街としても知られている。他にも多くの文化的特色がある。1997年にサンルイス歴史地区がユネスコ世界遺産として登録された。1989年から資金の投入された植民地時代の建築物修繕、改装計画が進められている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。